こんにちは、トミーカーの時武です。本日はこちら、トミーカーの福袋をご紹介したいと思います。ご存知なかった方もおられるかもしれませんが、トミーカーオンラインストアにて、先月11月、1万円と3万円の福袋を販売しておりました。本当は、12月の中ぐらいまで、販売を継続する予定だったんですけども、予想以上のご注文をいただきまして、現在は販売を終了しております。ご購入いただきました皆様、本当にありがとうございました。来年も出すかどうかまだ未定なんですけども、今年の福袋の中身の一例をご紹介したいと思います。今年は買えんかったという方もですね、気持ちだけでも楽しんでみていただけたら幸いです。はい。まずは1万円の福袋の方からご紹介していきたいと思います。1万円の福袋には、マスコットエンブレムの S サイズと、オリジナルの長袖の T シャツの2アイテムが必ず入っています。実際に着てみるとこんな感じです。これ、今回オリジナルで制作したんです。そうですね。この胸元とですね、この後ろに、シルク2冊のロゴが入ってます。シンプルに着やすくて。そうですね。シンプルですよね。かなりいいと思います。はい、この2点以外にもですね、例えば一例なんですけども、ラジエーターキャップ、キーホルダーの2021、車検証入れですね、とかですね、合計10点以上がものが入っております。まあ、この中の商品の、例えばこれが入ってなくて違うものが入ってたりだとか、そういうのを福袋の醍醐味だと思って楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ次3万円の福袋の方を見ていきましょう。はい。では次は3万円の方の福袋のご紹介をしていきたいと思います。1万円の福袋の方にはマスコットエンブレムの S サイズが入ってたんですけども、3万円の福袋の方にはなんと L サイズが入ってるんですよ。結構頑張りすぎてる感じですよね、これ。まあ在庫もなくなったっていうことでね、もうもう1月どうすんのかっていうところですけども。普段買わないのとかがランダムに入ってたら。ラッキーですよね。まあどれか必ず入ってますのでお楽しみにお願いします。1万円の福袋には長袖の T シャツが入ってたんですけども、3万円の福袋の方にはそれに加えてこちらのジャンバーが入っています。このジャンバーは胸元と背中にシルク印刷のロゴが入っています。今回はちょっと丈を短いので作ったのがポイントですよね。そうですね。まあこの通りちょっと短めなんですけども、以前スタッフ用で長めのやつを作ったことがあるんですけども、車乗り込む時にね、少しちょっと邪魔だったので、まあ今回はね、この短めの丈にこだわって作りました。3万円の福袋にはですね、こちらの、1万円の福袋の中身、そのまま全部入ってるんですけども、これ以外に何が入ってるかっていうのを少しだけご紹介したいと思います。例えば、トミーカラーのマスクであったりだとか、オリジナルの今治タオルだとか、エコバッグとかが入っています。もろもろ全部で20点以上入っておりますんで、お楽しみください。いろいろ入ってると思うんですけど、代表的に推しというか、これは喜んでもらえるでしょうって思ってるものから。でも喜んでもらえるとは思うんですけども、そうですね。やっぱり一番はこれですかね。今回のためにですね、富田義和氏と海田菊雄氏にサインを書いてもらいました。この色紙自体にですね、2種類ありまして、紙の色紙とですね、ロゴマークが入った色紙と2種類あって、それぞれに書いてもらってますんで、どちらの色紙にどちらのサインが入っているのかはお楽しみとなっております。あともう一つ僕的にこれ当たった人はめっちゃラッキーやなと思うのが、このしっぽ焼きの名盤です。これですね。そうですね。まだ未発表の新色なんですけども、来年発売する予定をしてたんですけども、この福袋めでたいっていうことでですね、数個だけこの福袋の中に忍び込ませておきました。確か1個か2個か。そうですね。2個ぐらいは入ってたと思います。誰に当たるかわかんないですけども。当たった人はラッキーですね。ヤフオクで占いが欲しいですね。ああ、そうですね。さすがにやめてほしいですね。福袋とか言いながらもですね、こういった箱でお届けするんですけども、一応福袋ですので、こういったちょっとめでたい系ののし紙をつけて、お届けしたいと思っております。一応、正月の元旦ぐらいにこれ届く予定になったっけ？はい、そのつもりでそれでできたらいいなと思いながら進めております。はい。ご購入できた方はお正月をお楽しみにお待ちください。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回は1万円と3万円の福袋の中身をご紹介させていただきました。紹介した内容はあくまで一例となりますので、動画の中でご紹介した商品が入っていない場合や、全然違うもの、おもちゃとかですね、とか、が入っている可能性もありますので、その辺は福袋ということでご了解いただけたらなと思います。最後まで動画をご覧になっていただきましてありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた、トミカの時だけでした。初めて使うっていう方、初めて用心いただけた方、結構いらっしゃって。ああ、初めて見る名前結構あったよね。さあ、ありがたいな。まあ、よくたどり着いていただけたらなっていうのと、まだそんな初めて間もないからね、オンラインストアもホームページも、この YouTube でさえも、見ていただいている方も、ようたどり着いていただきましてありがとうございます。これからね、どんどんその新しいお客さんに知ってもらいたいわけじゃないですか、今回は。だから新しいお客さんの入り口として、ちょっとお得に買えるみたいなのって、やっぱみんな惹かれるじゃないですか。まあね、2回のフェスティバルと思ったらね、まあまあ。TKC に来られないお客様も当然いらっしゃるし、この2年ぐらいはコロナでやめてきますっていう方もいらっしゃったから、多かったですね。だからなんか、お得に買える機会を伸ばした方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思って。まあ、そうやね、一つ言えることは、1月、2月、マスコットやめる在庫ないからね。オンラインストアからしばらく消えるから、皆さんよろしくお願いします。で、きつい大当たりもあれば、外れって外れはないけど。外れはないでしょ。GPS の大掃除レベルで詰め込まれてますよね。さっき紹介したまだ売ってない色とか、まだ売ってへん色、苦し紛れも作戦やからね。もうえっかーって半分諦めモードやったからね。まあ本気で大掃除したかったらもっと詰め込みたいもいっぱいあるけどね。何したかったですか？そうやな。なぜか中2階に新品のテニスボールがぎょうさんあんねんけど、あんなんとか入れたらよかったなと思ってんねんけどな。なんであるんですか？まあどうせこれ言ったってさ、どうせパオーンとかヒンヒンとか言うからさ、もうええねんけどさ、まあ昔俺の同級生のヤフオクちゃうな、アマゾンで買うてんけど、あんな数時間あるわけないっちゅう。いやもう全然使えない会話が多くなってきたので、この辺で。はい、まあこれ使うかどうか多分使わへんけども。ありがとうございました。